ラジオネームミニラーメン大盛さんからいただきました。ミニラーメン大盛も普通に頼もうじゃん。普通だよ、ね、ありがとうございます。あゆやしろたくさん。何これ。あゆやしろたくさん、こんばんは。こんばんは。いつもゆるゆるのトークで癒されています。ありがとう。ありがとうございます。っていうふうに書いてあります。ところで、もうそろそろみんながそわそわするバレンタインですね。バレンタインのメール間に合ってますか？タイミング遅かったらすみません。めっちゃちょうどいい時期です。あ、遅刻ですよ。だって2月の11日にさ、放送される分で、これが、この話題来たんだよ。すげえな。いや、タイミングバッチリですね。もしかしたらいろいろなところでお話しされているかもしれませんが、うん、お二人のバレンタインの思い出などあったらお聞きしたいです。思い出なんてないよ、バレンタイン苦い思い出だよって方は節分の思い出で構いません。なんでだよ、節分の思い出ってあんまないだろう。ある？節分の思い出。節分の思い出、逆に、まあまあまあ、とりあえずまずバレンタインの思い出いきましょう。では、うん、あのね、中1の時に好きだった子がいたのよ。はいはいはい。で、その子と一緒のクラスで、あの、うちね、小学校がそんなに大きい小学校じゃなかったから、隣の、 その区にあった小学校と合併して中学校になるみたいな、要するに、あの、 A 小学校 B 小学校の人たちが、あの、中学校に行きますよみたいな感じで、うん、2つのその小学校が、あの、合併された中学だったんだけど、はい、それで同じクラスだった子がいて、はい、でその子となんかすごいいい感じになって、うんうん、でバレンタインチョコもらったのよ。嬉しい。おっしゃーって思ったら、はい、あの、次の年に別のクラスになっちゃって、で、俺の友達がね、はいはい、その友達、俺の友達もその子のこと好きで、はいはい、でなんかその俺の友達がその子と同じクラスになったら、そのでバレンタインなんかそれでもこうメールしたりとか、うん、会話とかしてたから、はいはい、もらえるのかなと思ったら、その年もらえなくて、ええ、もらえなかったって思ったら、その友達から俺が今年もらったよっつっていう話をされた時に、もうすごい苦い思い出すぎて、それからバレンタインがもらってた。そう、他の人、だからその友達はもらってて。あ、マジか。そう、なんかそれがすごい苦い思い出ですね。ビターな思い出ですね。ビターな思い出。もうバレンタイン全然いい思い出ない。だってそれ中学校の時でしょ。小学校の時にすごい結構もらってたけど、僕でも確かに小学校の時、なんか別に小学校なんで付き合ってもないですけど、うんうんうん、密かに思いを寄せてた女の子からチョコをもらって、うん、まあ、今考えると別に席が近かったぐらいの理由なんですけど、それでもう舞い上がっちゃって、初めてチョコもらったから、か、舞い上がっちゃって、どうしようどうしようどうしようっつって、とりあえず引き出しにそのチョコをしまい、かわいい、かわいいでしょ、かわいい、で、お返し考えなきゃみたいなことして、で、ホワイトデーに、うん、でもお小遣いも限られてたから、うん、コアラのマーチを買って、おー、でもコアラのマーチボロって渡すのもなんか、なんか分かんないけど、その当時なんかちょっと違うなって思ったから、うん、なんかお母さんのなんかこう、お母さん結構包装紙とかを結構取っといてるタイプの人だったんで、なんかこうちょうど良さそうな包装紙を引っ張り出してきて、それに入れてなんかギュッて縛って渡したみたいな思い出あります。あ、いいじゃん。そう、なんか青春してたなって。青春だね、うん、いや、わかる。なんかさ、なんていうの、このちっちゃい時の方がなんかこう、そういう一喜一憂って、もちろん感情の動きとかもそうだけどさ、大きいよね。なんかね、そっちのが素敵だった。ただなんか女の子は本当に、あの、今年のさあ、ゴディバ知ってる、あれギリチョコやめようでしょ。そう、あれね、本当にいいと思う。いや、素晴らしい。いや、俺はね、その本当にね、中学生の村瀬少年本当に傷ついたの、これ。だからもう、あの、もうその女の子がね、別に俺に気はなかったのよ、うん、だけど、あの、まあ、仲良かったからあげるみたいなことを普通に言ったのが、もう舞い上がっちゃうじゃん。もう中学生、まあ、男子ってさ、小学生でも中学生でも高校生でも大学生でも大人になってもね、バカなのよ。バカ、ほんとバカだから、びっくりするほどバカ。もう、あの、好きな子からそんなこと言われたら、うわっ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 、